1949年、石倉洋子さん誕生。1955年、小成小学校入学。小学校時代、英語に興味を持ち始める。1961年、ペリス女学院中学校入学。中高6年間テニスを続ける。中学時代、留学試験に落選し続ける。1964年、そのまま高校進学。高校時代も留学試験に挑戦するも叶わず。1967年、上智大学外国語学部入学。テニスを続けるも怪我により断念。代わりに、大学の英語部に入る。大学2年頃、学内紛争で講義がなくなる。紛争中、留学に行くためにバイトに励む。大学3年時、ついに合格。1年間セントメアリ大学へ。大学4年時、ゲットで数週間過ごす。同年夏、帰国。すぐに就活を始めるも、全滅しそのまま卒業。2年間アルバイトをしながら、通訳の専門学校に通う。その後5年間、通訳として働く。1978年、担当した仕事でビジネススクールの存在を知る。同時期、バージニア大学経営学大学院入学。1980年、大学院経営学修士取得。1985年、ハーバード大学大学院経営学博士取得。その後35年間、就活無双。2014年、ゲットで講演。2021年、オードリータンと対談。同年9月、デジタル庁デジタル官就任。以上が石倉洋子の人生史です。次回動画は前総理大臣のあの人を予定してます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。